東口駅前広場西口駅構内一番ホームから新松田方を見る。近年、新しいサインシステムの導入や小型化された列車接近表示器へ交換された。府、水駅は神奈川県小田原市堀の内にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O44。佐古川や刈川の水を使った用水路や有志水の水が飛んでいる地であったことから、 不水と名付けられた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。東西の両ホームに別々の改札口が置かれており、ホーム間は古戦橋で接続されている。西口は終日、東口は時間帯により駅員無配置となる。当駅を含む改正小田原間の途中4駅は、ホームの有効長が120メートルであり、重量編成の列車は、 今のところ当たり駅に泊まることができない。2015年度には、隣の貝山駅、ホタル田駅のほかに、海西駅、足柄駅とともに行き先案内表示機の設置が計画され、秋頃に改札口付近への設置を完了した。トイレと AED は一番ホーム側にある。駅名標は2020年2月頃、新型タイプの駅名標に更新された。なお、それと同時に、 駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名標も含め、日本語とハングル及び中国語兵器のものとなった。乗り場は東側を一番ホームとして、下表のようになる。2020年度の1日平均乗降人員は5080人であり、コロナ禍で減少したものの、小田急線内では全70駅中67位のままである。 足柄駅、南新宿駅、ホタル電駅に次いで4番目に少ない。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。府、水郵便局前バス停駅前には、路線バスは乗り入れておらず、近隣のバス停から発着する。かつては府、水駅入口停留所があり、下記の路線が発着していたが、路線廃止に伴い廃止された。ありがとうございます。